はいどうもこんにちは、ユーディです。臨海ブラキと激高ラージャンが来てから装備構成を考えるのが楽しくなりましたよね。両防具ともスキル構成が優秀で、貫通、散弾、通常、そして鉄鋼ヘビーにまで適しているというじゃないですか。そして私の動画にコメントをくれる視聴者さんからもたくさんの装備構成の提案や装飾品の提案をいただいております。それらの装備を実際に使わせてもらうとすっごい楽しかったり強かったり、普段の狩りが一層楽しくなるものばかりだったので、今回はそういった装備構成を皆さんに共有させてもらおうかと思います。それでは早速装備を見ていきますね。まず最初に紹介するのがブブブブブ型三段装備です。こちらの書き込みを参考に組ませてもらいました。構成を提案していただいたのは下2行の文章で、ブラキ A、B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  で、あとは付け替えでどうとでもなるという衝撃といった意見をいただきました。この装備を実際に組んで運用してみましたが、かなり使い勝手がいいですね。スキル構成は右の通りで、挑戦者レベル7を搭載しながら3段ヘビーの必須スキルを詰め込むことが可能になっています。防具はそのまま頭をブラキアルファ、あとは全てベータという構成で、装飾品によるスキル構成の自由度が非常に高いです。そして装飾品難易度がかなり低く、空きスロットもあるので、レア玉をほとんど所持していなくてもこのスキル構成で組むことができます。ちなみに3段の玉を貫通や通常に付け替えるだけで、貫通弾、通常弾運用することも可能になります。これらの内容からもこのブブブブブ構成、ずっと言いにくいんだけどこれは初心者から上級者まで幅広いヘビーハンターに進めることができる優れたヘビーボウガンの汎用装備であると言えます。この装備に不満な点はありませんが、唯一挙げるとすれば、防具を作る際に古竜の大宝玉や不滅の炉心核などのレア素材を使うことですね。これらは入手が困難なんですけど、防具さえ作ってしまえば特に不満な点はないので、ぜひ作って使ってみてください。次に紹介するのはブライドメイル採用型の3段装備です。これはこちらの書き込みを参考に組ませてもらいました。投稿お疲れ様です。個人的に頭ブラキとプライドメールの組み合わせでガード性能4ついてすごいなと思ってましたね。ということで、じゃん、こんな感じで組んでみました。頭がブラキアルファ、胸がプライドベータ、腕がブラキベータ、腰が金色ベータ、足がガルルガベータとなっております。こちらも3段ヘビーの必須スキルが全て詰め込まれているにもかかわらず、挑戦者がレベル7まで搭載されています。装飾品の構成もこんな感じで、レア玉をほとんど使わなくても組むことが可能です。私は攻めの手勢が好きなので手勢解放の玉を入れていますが、手勢を使わない方は手勢整備や手勢体力などの複合玉を搭載して自分なりにアレンジしてもらえればなと思います。そしてこの装備は先ほどのブブブブブよりも構成の自由度が若干下がりますが、防具の生産が優しいという特徴があります。ブラキ装備は最低限の 2V で抑え、あとの 3V は宝玉系のアイテムを必要としないので、比較的簡単に生産することができます。臨海ブラキの攻略が苦手な方は最低限の臨海ブラキ素材を集めて大宝玉、剣玉を投入すれば組むことができる装備構成なので、気軽に汎用的な3段装備が組みたい方はぜひ作成してみてください。ここからは貫通弾装備の紹介になります。はじめに紹介するのは、挑戦者発動中に弱点部位を狙うことで会心が 100% になる狙撃の装備構成です。こちらの書き込みを参考に組ませてもらいました。貫通装備でガルルがアルファ足にしたら、挑戦者7、ガード性能5、渾身5、攻撃4、体力3、装填拡張3、超会心3、貫通2、見切り2、弱得1、心眼が組めましたよとのことで、じゃん、こんな感じに私も組んでみました。前回私の動画で紹介させてもらった装備構成の足をガルルがアルファに変えた感じですね。スキルは書き込んでもらった通り、挑戦者が7、ガード性能渾身5、攻撃4、体力増強、属性解放、超会心が3、貫通弾強化、見切りが2に、弱毒心眼が1になっています。これめちゃくちゃ上手に組んでますよね。狙撃に会心カスタムを1段階搭載していることが前提なんですけど、会心の足し算で 100% を実現しています。その内訳は、狙撃の会心率が 15%、 見切り2で 10%、 攻撃4で 5%、 この状態で素の会心率が 30% になります。
そこから渾身でプラス 40% 追加されて 70%、 挑戦者で 20% プラスされ 90%、 弱得1で弱点部位の会心が 10% 上がるので 100% となります。この装備構成は安定して高いダメージを出し続けることができるので相当強い構成と言えますね。しかしこの装備構成かなり装飾品難易度が高いです。組むことができれば強力ですが、超新体力や鉄壁解放、または解放体力や攻撃2といったレア弾が必要になります。そのためこの装備構成は装飾品がある程度整った方向けの装備構成と言えそうです。次に紹介するのはムフェト防具を組み合わせた龍脈覚醒型の貫通ヘビー装備になります。この装備はこちらの書き込みを参考に組ませてもらいました。自分は龍脈覚醒と渾身極意で貫通装備を作ってみました。アップデされてから狩る時間より装備を考えている時間の方が長いということで、本当にイブラキとラージャンが来てから装備構成を考えるのがすごい楽しくなりましたよね。そして今回組んだ装備はじゃん、こんな感じです。パッと見のスキル構成は貧相に見えますが、龍脈貫通ヘビーに必要なものは全て揃っております。上から順に見切り、逆恨み、渾身が5、体力増強、属性解放、超会心が3に心眼が1といったところで、常時会心 100% の状態に逆恨みを乗せながら回復もこなすことができるという装備構成となっています。こちらの装備も先ほどの狙撃と同じ会心カスタムを1つ搭載する前提で組まれていますが、スロットに空きがあるので会心カスタムを積まなくてもスキルで補うことができます。そして気になる装飾品はこんな感じです。できる限り難易度を下げて組んでみましたが、逆上体力の入手が難しいかなと思います。ですが空きスロットが3つありますので、お手持ちの弾と相談して組んでもらえれば再現自体は十分可能な範囲かなと思います。龍脈覚醒の装備は癖がありますが、慣れるとかなり楽しく強力な装備構成なので、ぜひ一度この装備で戦っていただければなと思います。はい、ドンキ部門に入賞したのはブラキディオスのヘビーボーガンである最高の極砲です。器用貧乏でトリッキーな性能ゆえ、弾を使った戦術を考えるのはかなり難しいので、それならばいっそドンキとして使えばいいじゃないという発想のもと作り出されました。装備構成は頭から腰までがブラキベータで、足がガルルガベータです。スキル構成はこんな感じで、弾を撃つという考えを捨てたシールド付きのハンマーになります。この状態で挑戦者を発動させ、弱点の傷つけ部位をオーダーすることで常に 100% の会心が維持できます。そして皆さん、合力の御石はご存知ですか？これは無属性強化と鈍器使いがセットになった御石で、無属性強化が乗る切れ味の低い武器、あるいは遠距離の鈍器武器に適したお守りとなっています。登場当初は使用されることのないネタ御石とされていましたが、武劇が乗り鈍器として扱うブラキヘビーの登場によって息を吹き返した伝説のお守りと言えますね。今回はこういった伝説のお守りもふんだんに使用させてもらった贅沢な装備構成となっています。ボーガンのカスタマイズパーツはシールドが4つに反動抑制が1です。残念なことに武器殴りでは近接射撃強化が乗らないので、カスタムパーツでの火力上昇は期待できません。まあ近接射撃強化ですもんね。反動抑制は唯一扱える睡眠弾レベル1の反動を小にするために積んでいますが、ぶっちゃけ必要ありません。はい、なんなら近接射撃強化を積んでクラッチ攻撃の火力を上げるっていうのも一つの手段ですね。カスタムパーツに関してはこんな感じで好きな構成で組むことができるので、お好みのものを搭載していただければなと思います。そして装飾品はこんな感じです。KO 体力さえ揃えば組みやすい構成で、鉄壁2に関しては鉄壁達人などで代用が可能です。これね、一見ネタに見える装備構成と戦術じゃないですか。今回はそんな偏見を拭うためにクロティガレックスの狩猟に行ってきました。縄張り争いも活用できて上手に狩りができたと思います。そこで叩き出した狩猟タイムはじゃん、13分53秒でしたネタでした。最後は強壁部門ですね。強壁玉を持っていない方を対象としたガード強化装備になっております。
先日こんなコメントをいただきました。私もガード強化がなくて困っているのですが、おっしゃっていた眼筋代用装備の構成などは過去の動画で解説されていますか、知りたいです。ということで、新しい防具が来てからガード強化装備更新していませんでしたよね。私も強壁玉を持っていないので力を入れて組んでみました。じゃん、これが新時代の眼筋装備です。防具構成は頭がブラキベータ、胸と腰が晴天ベータ、腕と足が眼筋ベータとなっています。スキルはこんな感じで、汎用的な3段スキルを詰め込みながら、傷つけプラス渾身発動時の会心 100% で調整しています。これね、あえて渾身極意の構成にしたのは、ブラキ眼筋構成だと超会心と弱毒がかなり積みにくいからです。その点この構成であれば装飾品も比較的入手しやすいものに絞って組むこともできます。見てもらえればわかる通り、レベル4のスロットに長身や通撃をそのまま刺しているので、ここを複合玉に変えてもらえればさらにスキル構成の自由度が上がります。ある程度玉が揃っている方ならこんな感じで組むこともできるので、自分なりにアレンジしてスキルを組んでもらえれば幸いです。ちなみにブラキ装備がかなり優秀なので、普段の3段装備に剣手の護石をつけて運用しても使いやすいガード強化装備に仕上げることができます。なので自分の持っている防具、装飾品と相談して組んでもらえればなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回は視聴者さんから提案してもらった3段と貫通弾の装備を中心に紹介させてもらいました。他にも、私はこんな装備でこんな立ち回りをしているよというような構成案があれば、ぜひコメント欄でシェアしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回の動画は以上になります。皆さんも良いハンターライフを。お相手はゆりでした。またねー。